お待ちしてくださっていた皆様ありがとうございますえそしてこんばんは菅原ですあたふたあたふたしておりました申し訳ございませんそうなんです今は地元青楼にいます青楼町にいますよ新潟におります そうあたふたしてしまったのですが皆さんありがとうございますえそしてあのー、まああのショールーム配信ショールーム配信なんですけれども今日はですねえー、やっぱりつい最近3日前くらいん2日前 くらいに終わったあのー、舞台太宰治原作、えー、下切りすずめおとぎぞうしの下切りすずめ舞台版、えー、見事に大戦集落まで駆け抜けられましたありがとうございます本当にありがとうございます 皆様お元気でしたでしょうかあ二2回も見に来てくださった方もありがとうございます。はい。えー、ねえあのー、ああよかったよって嬉しいです。ありがとうございます。えー、皆様も本当に。 ね、お仕事でお忙しかったり、ね、家事の方でお忙しかったりなど、えー、皆様ご都合などがあったと思うのですがねえホール東京までお足を運びいただき本当にありがとうございました約1時間40分くらいの、えー、開演公演時間だったんですけれどもやっぱりねえ あっという間ですね。始まってしまうと。ねえ。本当にあっという間でございます。本当にありがとうございます。ねえ、本当に。こんなにも。ね、素敵な。作品に出会うことができて。 そして、ね、携わることができて、嬉しかったです。ありがとうございます。宮人最高でした。嬉しいです。そんなことを言っていただけて、ありがとうございます。本当にありがとうございます。 あそうなんですえ、劇中ではちょっとねあの髪型がねそうなんですウィッグであの毎日舞台に立たせていただいていたので地毛はですねショートになりますそうなんです今ショートなんです初めましての方もいらっしゃるかなもしかしたらこんばんはありがとうございます ねえそして今回今回の演出もですけれども映像もねとても素敵でした本当にねもう本当にそこの場にいるというね感覚がね本当にありましてねえ すしいですあっそうなんです、あの12番12番で、初、え、爪、ー、のお宿のシーンでですね、出てくる映像が、そう、ちょっとブロードウェイ風味な感じで、とってもね素敵でしたね、ライトアップも素敵で。 そそうそう本当に素敵でしたそう「すずめのお宿」なんですけれども本当はそうなんです「あのすずめのお宿」というね名前でそのお宿があるんですけれども舞台版では「すずめずお宿」なんと英語で描かれておりますそうなんですそういうところもねちょっと舞台ならではの演出だったり ピカピカピカーというねライトアップがあったりなどそう本当にねー素晴らしい本当に素敵な映像でしたねあのダンス素敵だったありがとうございますねーダンスの、ね、先生もねたくさんあのー、いろんなところで踊るシーンがあるのでそこの、あのー、踊りだったり。 もうたくさんねあの考えて振り付けしてくださって、ね、とっても素敵なな、ね、踊りができて私も、ね、楽ししくて嬉しかったです、ね、本当に全てのねあの関わってくださった関係者様に本当に、ね、感謝の気持ちとあの本当に。 ね、ありがとうございますというお言葉でねあふれるくらい本当に感謝の気持ちでいっぱいですそうなんですこの「あの下切りすずめ」の舞台では歌,だ歌があったりそして踊りもあったりお芝居もあったりでそうなんですちょっとねミュージカルチックなねあの演出もあったりなどしてあの本当に。 あのー？なんか、なんだかすごいことをなんか経験させていただいたなというね。あのー？感じでしたね。本当にありがたかったです。チームスズメの親だ良かったです。やったー！ありがとうございます。そうたくさんね。あのスズメチームでね。踊りをね。たくさん練習したり。 そうそうそうなんですとても楽しかったですリタの表現力の幅が広がって嬉しいありがとうございます嬉しいです本当にそんなことを言っていただけてなんだかねえ本当に そういう言葉を聞くとね、もう背中を押されますし、ねもっともっと高みを目指して頑張っていこうって思います。本当にありがとうございます。またすずめの家で行きたいもぜひ来てください。<laughs> そうそうですねあのー。 大仙集落での,あの舞台挨拶で石井さんもあのおっしゃっていたようにそうなんです私たちはあの辛くなったらいつでもお越しくださいという本当にそういう気持ちでいつもね毎日、えー、舞台の上に立たせていただいておりますので是非是非皆様ねあの心を癒したいだったりとか、ね、なんかもうもうこのこ この世界からちょっと抜け出してもう違うところに行きたいって思ったらぜひぜひ劇場というねあの劇場という名のすずめのお宿へいつでもお越しください。そ,うそこには皆様のね大好きなねあのね女優さんだったりもしかしたら歌手の方だったり。 ね、たくさんの皆様がねがお待ちいたしておりますのでぜひぜひいつでも会いに来てくださいみやびロス <laughs> いやそう言って頂けて嬉しいですよ本当にありがとうございますそう今日今回はねちょっとやっぱり鳥鳥というね役柄でちょっとどうしようかなーってもう最初本当に悩み悩んでのあの役作りというかうんだったのですごいね難しくてあの ちょっと、ね、あの苦戦してしまったところもねあの結構あったりはしたんですけれどもでもそういう何だか不安とかそういうねあの葛藤があのちょっとずつちょっとずつ溶けていって最後ではあの最後ではねあの本番では。 みやびちゃんがみやびちゃんを出せたのかなーって思います大丈夫だったかしらそう <laughs> 私ねそう大丈夫だったかしらねおお風呂がおきましたごめんなさい お風呂が沸きましたスズメの子っぽかったって嬉しいよかったです鳥っぽい手の動きってそうそうなんですそういうのもちょこちょこっと入れたりしてやっぱりスズメちゃんなのでねすみません絶妙のタイミングでお風呂がタラランタラランタラ,ラン 湧いてしまいました。ヤホー、リコちゃん大好きだよってそんな嬉しいありがとうございます。たた,たい太古さんにから <laughs> から揚げにされなくてよかったです本当に。 よかったですよ。本当に一安心でございます。ほんとよかったです。一旦超女優だったってそんなもう、はあ、嬉しい。いやーでもねなんかこう。 やっぱり作品をねあのしていくうちにつれてやっぱり新しいね違う壁などもねやっぱりたくさん出てきて、うん、でもそのね壁と一緒に日々向き合ってね一日一日をこうお稽古過ごしていくとまたなんかねすごく。 なんか一回り二回りり二なんかこうねちょっとなんかねそうそん,ななんて言うんでしょうかうなんか最初考えられなかったことがそうどんどんそういう頭の中でも考えられるようになってきてそうそうなんですまた一つ。 乗り越えられました。よかったです。お空に旅立ったーって嬉しいありがとうございます。

みんなそれぞれの思いが伝わる舞台でした嬉しいよかったですありがとうございますねえ今回はこうキャストの皆様と一緒にあいやこうじゃないかないやああじゃないかないやこうだと思うんだけどどうかなとかだったりねたくさんの意見を皆さんであの言って尊重し合いながら たくさんたくさん、えー、ね、あの、そう作り上げれた素敵なね作品になったなって思います。あ、D V D はないですね、ないです。 わかりますそうめぐみさんのね気持ちねえかるも切なくて私ももう台本読んだ時からもう「めぐみさん」ってずっとずっと思っていましたもうね何されてもねそうどんな扱いされても一郎太さんのことを思ってねずっとずっとそばにいてくれるそんなね 本当に優しいめぐみさん素敵です全国公演 全国公演してほしい舞台でしたってええー、そんな嬉しいですねちょっと元之さんに <laughs> ちょっとねあのそういうふうなお声もありますよというふうに言ってみようかしらねえそしたらまたもしかしたらもしかしたら。もしかした からあるかもしれないですね。ね、新潟公園はなかなかないですからね。うん。舞台お疲れ様でした。ありがとうございます。 出演者さんたちのご加さんに見てるこっちがびもう私もですよもうずっとずっともう続々続続続しておりました毎日続々ですもう大先輩の皆様がね同じ現場にそう毎日いらして。 ってずっずと思いながらでもねあの学ぶ気持ちも、えー、忘れず吸収できるのでね毎日本当に新しいことが毎日毎日そうあ,のあるのでたくさんたくさん吸収してさあ自分の念物にしてさあいけたらなって。 ずっっと思っておりましたそうやっぱりねこう吸収できることがやっぱりたくさんありましたので,でまたその吸収できたものを次につなげられるように頑張りたいなって思います。 私もしてみたかったですが、ちょっとねじお時間的に無理だったそうです。<laughs> そ,うそうそうそう。ああよかったぜーって嬉しいです。ありがとうございます。 あ、私も手あげました <laughs>。そう一緒にヨガをしたくて。 うん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 ,おん,んおのあの、鶴太郎さんとはえ今回で2作品目のご共演となったんですけれどもまあ初演初演であの私があのグループグループを卒業して一番最初の。 舞台であのー、鶴太郎さんとご一緒ましちゃんが吠えましたそうであのー、ご一緒させていただいて「罪のない嘘」という作品でねあのー、ご一緒になりましてや その時のリコちゃんって言われてあそうですって言ってそうなんです,クですあそうイ時になるとねちょっといろんな放送が放送がねあの流れるんです。 あのそうそうなんですそういうのをねあの子供ちゃんが、えー、言ってくれるので <laughs> <laughs> ああっていつも聞いちゃいますそうこのアナウンサーはねこっちの,あの新潟に帰っていないとちょっとね聞けないのでそう帰ってる時にいっぱい聞いていっぱい癒されて。 東京に戻っています <laughs> そうなのそうそしてですねその鶴太郎さんとあのご一緒してそして今回のそのすずめの子みやびちゃんみやびちゃんおっ いいじゃないのってハマり役だねーって言われましたもう本当にそれが嬉しくって嬉しくってそう「いいよいいよ」ってすごい褒めていただいてこんなこんな大御所さん様のねあの俳優様にそんなそんなことを言って頂けて。 どうしようってもう「えー!」ってなったんですけれども「いやありがとうございます」そういや嬉しかったですね感謝ですねそうなんです覚えててくださっていてああの時のりこちゃん って言われて「あっそうです」って言ったらそうそう「うあ」いいねいいねー」って言ってくださってみんなも思ってるよーって。 ファンとしても嬉しいですって嬉しいですそんなことを言ってくださってありがとうございますおっ萬田タ子さんとのエピソードもありますよあの萬田さんとはですねあのそうなんですなんと素敵な素敵なクレンジングクレンジングでいいのかなこれはけお化粧落としそのあの マンダさんが出しているあのブランドのあのメイク落としこれ私すごくあのすごくお気に入りなのちょっとこれ使ってみてって言ってくださってそう、それをねちょっと使い始めてもな、そうなのなんかそう。 なんか違うのなんか素敵そうもうもうマンダさんになれた気分です <laughs> そうなんですなのでねとっても嬉しかった。た 東京の方に置いてきちゃったかもですすみませんそうそうなんですあじゃあ東京に戻った際に配信する時があったら皆様にちょっとねお見せできたらいいなと。 次回楽しみにしていてください。ねえ、もう本当にそう、鶴太郎さんと。ええ、マダさんのご夫婦のあのね、あの。 ねお芝居をほっこりしてそう毎日毎日もうねそうもう豪快なアドリブがガーてもうねあもうあさすがだ <laughs> って思って本当にわすごいと思いながら毎日毎日公演を楽しみにしておりましたそうなんですやっぱりね吸収できることがたくさんなんです。 いや、毎週 <laughs> か。可愛い。そうですね、理想の夫婦像。<laughs> そうねえ、素敵素敵。ね、一緒に雀ちゃんに餌をあげたいです。<laughs>

そうね、あんなふうに年を重ねたい。<laughs> ですね本当に私もそう思います。 始まって12公演12公演はあっという間でしたね本当にあっという間すぎてもう本当に始まって一瞬でしょって終わってしまった感覚があってなんかもうねその大仙集落終わった次の日も「あ劇場行かなきゃ」みたいな <laughs> そう気分になっちゃって「いやーなんかい外行かなきゃ」ってなったんですけど「あ昨日は 思ってしまいました。そして、そう、そうなんです。あの。なんと、その劇。あ、劇場にちょっと行かなきゃって思った、その日。その日、なんと。めぐみ役の。吉川さんと。そして。小春ちゃん役の。 小川理央さんと一緒にいちごフェアに行ってきましたそうなんですいちごフェアそうたくさんねあの舞台舞台終わった次の日に行ったんですけれどもこうしてねあの舞台でご一緒させていただいた方とその次の日にどっか行くということがね今回初めてでなんかすごい う嬉しくてね楽しくってそう幸せでねもう笑いが絶えないとても <laughs> ね楽しい一日をそう過ごしていましたそう。 いっぱい食べましたよいちごあカーテンコールでマンさん鶴太郎さんがアクセサリーの話をしていったときリッターも何か言いたげに見えたけどってああ <laughs> そうなんです。それはなんと じゃん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 私も持ってますみやびちゃんそうなんですこちらすずめの子みやびちゃんのアクセサリーですじゃんちょっとお一人でかわいいかわいいでしょ じゃあいい <laughs> あのー、こちらはですね、あのー、共演をさせていただいた松本浩太さんから、あのー、いただいたものなんですけれどもこちらは松本さんのお母様のお友達の、えー、方が。 あのこういうあの裁縫裁縫がすごくご趣味で得意ということで、えー、作ってくださいました本当にありがとうございますそうなんですかわいいじゃんじゃんじゃんこうしてなんか舞台のねその記念にこういう風にあの残るもの がねあのもらえたのが初めてだったのでねちょっとね私も大切にね持っていたいと思いますねそうなんです舞台の記念になって嬉しいですありがとうございますああ進めじゃないよみやみだよ そうみやびちゃんですこの子は見た目こういうふうにねスズメに見えるかもなんですけれどもスズメじゃないよみやびだよーって,言て <laughs> そうじゃんみやびちゃんですほんとこんな感じじゃあちょうどおあほら見てくださいあの ちょうど本当に私の髪の毛がいい感じになんかちょっとあのみやびちゃんから生えているみたいでちゃんと <laughs> ねえほらお耳もついてねじゃあ のぴったりサイズ。かわいい、本当にかわいらしいです。今来たら何これごめんなさい。じゃあセリフお願いします。セリフ？どこのセリフがいいかな？ なんか印象に残っているセリフとか皆さんあるのかなねぇ心に残った言葉だったりセリフとかありました 炎、あ、炎の下りの。炎、じゃ、この子で言うね。みやびちゃんで。いろはさん。<laughs> え、待って、待って。<laughs> ちょっと待って。 上手にちょっと髪の毛がねこのミエベちゃんから生えているようにしてみたいからあっどうあここだここいきますそうよ私もあなたもそして周りの人もみんな生きているだからホナンは持っているのよ 炎は消えたわけじゃないのか今も炎は燃えているあなたは絵が描きたいんでしょ好きなんでしょ私もあなたの絵に見せられたその絵はまるで生きているようでその命をあなたが吹き込んだからでしょえどこあったでしょ <laughs> 好きな人や好きなものを美しいと感じたままを素直に書けばいいとたまこんな感じ違う。ーい<っ> <laughs> そう、みやびちゃんがね一番伝えたいセリフなのでみやびちゃんもこんな気持ちなんだろうなと思って今でーって近くなっちゃいましたすみません <laughs> ドア,アップみやびちゃんでございました、はあそう絵描きのイチローさんね「そう思える炎も情熱もいつしか消える」っていうそのね言葉にみやびちゃんは「うーん」ってきて。 違うそんなそんなことないよって。燃える炎が消えればまた燃やせばいいのよって言ってねまた背中を押してあげるっていう ねえ本当にあっという間で楽しい時間でしたね本当に今回このおみやびちゃんやってその本当になんかこうねえその私が言っているセリフで私自身も。 ね、こう背中を押してもらえたセリフがねあったりとかしたのでなんか自分自身にもねこうねなんか辛くなった時とかそういうふうな時になんかねちょっと言ってあげれたらなって思いました嬉しい そのセリフすごい説得力があったんだよねって嬉しいです良かったですすごく素敵な舞台でした嬉しいです お忙しい中、ご観客に来てくださり、本当にありがとうございましたううん、うん。燃えたし燃えた <laughs> 燃えたし燃えたありがとうございますそんなことを言っていただけて、私も嬉しく幸せですありがとうございます ね、燃える炎皆さん今モテていますかねやっぱりねこうこのね世界を生きていけばねちょっとね炎が弱まっちゃったりもうあってもうねなってしまうことの方がもしかしたら本当に今のねこのまたねあのご時世ですし。 ねこのねやっぱりそういうことの方が多いかと思いますがね皆様お互いお互い、ね、支え合って生きる炎を与え合ってねいけたらいいですね。 うんーそうかうん。<laughs> 立体の活躍が力になっておりますありがとうございますいやもっともっと皆様に、えー、たくさんのね感謝だったりそういうねたくさん皆様からいただいたねエールやたくさんの愛情を 私もたくさん大きな大きな恩返しができるように頑張りたいと思いますありがとうございます本当にありがとうございます本当ああ <laughs> 今の時代に あった舞台だと思いました。<laughs> ありがとうございます。できたるまい。ありがとうございます。本当にありがとうございます。消してくても消せない最強の炎です。<laughs> 嬉しいです。ありがとうございます。 また素敵な舞台を待ってます、ね、ますねたどこかで皆様に、ね、お会いできるように私もどん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 精一杯精一杯、えー、頑張っていきたいと思います。 ありがとうございますね次いつ皆様に会えるかなわく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 ときどきわくわくときどきですねまあそうですね次次どのようなところで 何をするきに皆様に会えるのかそれも楽しみですねさあ次の会える機会はいつ何をする時どんな場所でたのでしょうか <laughs> お楽しみにあっしちゃん来るほら見て

よし、ましちゃんを呼ぶためにこの技を使いたいと思いますましちゃんが大好きなサオフトクッキーですさあ,あ、もうね、顔はこっちに向いております顔はこっちに向いておりますあ顔はこっちに向いております顔はこっ顔はこっちに,おっちにあお、立ちました 立ち上がりましたさあこっちに来るのかさああとはあとはソフトクッキーを見せびらかすだけでございますさあましちゃんこの見せびらかしに耐えることはできるのかさあそれともはたまたすごい勢いで来てしまうのかさあやっていきましょうじゃーん Je...

できましたハイ、はい、タッチいややされましたねおおうちに寝に帰りました <laughs> そう食べたのサルエルそれがましちゃんです サムシちゃんはもうお休みモードでございます。あ、寝るね。おやすみ。<laughs> おやすみですって。あ <laughs> そうそう。ねえ本当に。 ねこの舞台で関わってくださったすべての皆様に本当に会社の気持ちでいっぱいでございますね素敵なお衣装も着れてそしてね可愛らしいウィッグもつけれて本当に嬉しかったです そして、ね、配信中皆様、えー、コメントだったりそしてギフトなどもたくさん本当にありがとうございました本当にありがとうございますあびたいっつうそうなんです私もね あの私も網タイツ履いていました皆さん気づいていましたか皆さんも分かっていたのかしらそう私もそう履いていたんです網タイツああ気づいている方がおいますねよかったです あお,お気づいていました実は気づきました良 <laughs> かったですそうなんですアミタイツ履いていたんです あのスズメのお宿』の踊るダンスシーンのところであの編みタイツをちょっと見せるあのお衣装の演出があってそ,うなんですその時だけスカートをあのちょっと一部上げてその編みタイツを見せる演出がそうあったんですけれどもそうなんです。でもその場面だけ なんですよねそのベンが終わるともうそのスカートだったりお着物とかだったりは普通の状態に戻ってのお芝居にそう戻るんですけれどもそうなんですそう私網タイツ履いたの初めて初めてくらい当に初めてなんですよ網タイツ履くの。 人生で編みたいと履くと思わなかったです。私。そう、今世で。そう！そうなのよ。なのでびっくりしました。そう、本当は最初あの私は大丈夫かなという風なね。お話が出ていたんですけれども、なんと急遽履くことになってそうなんです。私も編みたいとデビューでしたね。今回で。 まだ <laughs> そう,そうもうコンセで入いてしまいましたどうしましょう <laughs> そうなんです網タイツ、私もう全部穴が開いており <laughs> そう、全部穴開けちゃってあのそうなんです私が履いている靴靴がブーツなんですねそのブーツのあの、チャックの部分チャックの部分にその網タイツのその網やみのその一部がこうグッってさ入ってしまってそれプチンって破けちゃって。 その穴が開くというねアクシデントがねやっぱりそう毎日つきものでしてそうなんですそういうねアクシデントもありながらでもそれはねそのお衣装さんが丁寧にまた塗ってくださってそれをまた履いてやるという。 え本当に支えられましたありがたいありがたいです感謝です本当にあなたあいつ 網タイツでございます <laughs>。 そういう風なこともいろいろありつつはい最終楽までなんとか乗り切ることができました本当に皆様ねご感激に来てくださった皆様本当にありがとうございましたということで、えー、ランキング読まさせていただきたいと思います、えー、皆様お忙しい中ねショールーム配信の方にも えー、見に来てくださって本当にありがとうございましたそれではそれではランキングの方を読んでいきたいと思いますほら動かないあら動いたい,いいのかないいのかしらどう大丈夫かなおろおろおはいでは13位からいきます。13位 ゆめさん、ゆめのつづきさんです。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そして第12位が、森に帰るすさんです。ありがとうございます。おめでとうございます。そして第11位が、八王子のたけさん。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。そして第10位が、 山田太郎さんありがとうございますおめでとうございますありがとうございますそして第9位がひーくんさんありがとうございますおめでとうございますありがとうございますそして第8位がいのちアトリンえあ間違えました申し訳ないですーーさんあ合ってる合ってますねあ違う 第8位が、イノニューさん。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。そして、第7位が、おでこさん。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、第6位が、いのちあとりんごさん。おめでとうございます。ありがとう,りとうございます。ありがとうございます。そして、第5位が、ほしさんです。 ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。そして、第4位が、クラウスさんです。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。そして、第3位が、紅茶にシナモンさんです。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、第2位が、ほっこりこさんです。 おめでとうございますありがとうございますありがとうございますそして第1位がてぃんじゃんうさーたろうさんです本当にありがとうございます <noise> ありがとうございますありがとうございます,いますえー、皆様そして見に来てくださった皆様本当にありがとうございましたえ2006 148名の皆様ありがとうございますそしてなんと、えー、この後この後はですねまた引き続き、えー、私のファンクラブの方でファニコン配信をさせていただこうと思っておりますえー、この後は45分45分からあの配信をさせていただこうと思っておりますのでぜひぜひそちらに移動して まだできていないお話だったりそういうのをまたちょこっとえー、できたらなと思っておりますので是非是非楽しみに待っていてくださったら嬉しいですそれでは皆様ありがとうございましたそしてですねなんと今回の「下切りすずめ」の舞台メガコさんも遊びに来てくれていました。 そうなんです嬉しいですねめがこさんありがとうございます。はいということで、えー、皆様本当にありがとうございましたいい夢を見てくださいおやすみなさーいありがとうございましたありがとうございますもしかしたら皆様同日同じ場所でめがこさんと 見ていたかもしれませんよお <laughs> ありがとうございましたおやすみなさーいバイバイありがとうございました